さい、ちゃんまりです。ということで、大輔さん、夫の大輔さんとね、別居し始めてだいたい1週間ぐらいが経ったんだけど、まあだいぶこの部屋にも慣れてきたし、生活自体にもね慣れてきたなっていうところです。まあ、ただまだね、全然寂しいは寂しいね。ほんでさ、そうそう、前回前々回とその別居のね報告の動画とかを出したんだけど、そこにすごいたくさんコメントもらってさ、いや、それがね嬉しかったんだよね。そんだけたくさんの人にうちの夫婦に関心持ってもらえてるっていうのも嬉しいし、応援もねそんだけしてもらって、なんか改めてこっからめっちゃ頑張ろうっていう風に気合が入り直した。いつも本当にありがとうございます。で、そのもらったコメントの中でちょっとね気になるコメントがね結構来てて、こういうコメント、夫婦なんだから甘えてもいいじゃんとか、そんなに頑張んなくていいんだよとかね、まあそういうのね、私もそうだなとは思うんだよね。これはこれで正しいとは思うんだけど、まあ、でも今自分にこれを当てはめるのはちょっと違うなっていうふうに思っててさ、なんか私ってその大輔さんと結婚してから本当に全然家事をやんなかったじゃんね。なんかね、掃除とかも1週間に1回ぐらいちゃちゃっとクイックルやればいい方みたいな感じだったし、料理もさ、すっごいひどいのずっと作ってたのよ。なんかね、毎回使う食材が 2,3 種類しかなくって、ご飯となんかレトルトの味噌汁と、玉ねぎと肉炒めたやつみたいなさ、で毎回同じような味付けね。それをずっとさ、そんな栄養も何にも考えてないやつをさ出し続けててさ、で大輔さん優しいからさ、2年ぐらいはねそのまま我慢してくれてたんだけど、まあ、でもね限界が来て、もうこんなんもうちょっとまともなご飯作ってよってさ怒られたわけよね。まあ、でもそこにさ、私が返したのがさ、だって苦手なんだから仕方ないじゃんってさ言い訳かましちゃったんだよね。まだまだ全然そういうとこ治ってないんだけど、そういう余ったれた部分、そうやって言い訳しちゃうとかさ、そういうのがすごいあって、それで結局大輔さん怒らせたし、で傷つけてもしまったわけよね。まあ、そりゃそうだよね、頑張って仕事してんのにさ、そんなぐちゃぐちゃのご飯ばっか作られてさ、なんで言い訳かまして改善しようとしてくれないってさ、今だったらねそういうのもねすごいよくわかるから、だからこそその私もちゃんとね、自分一人の力でいろんなことできるようになって、言われてからやるんじゃなくって、料理でも家事でも、それからキックボクシングもね、自分からいろんなことできるようになろうって、そうやって成長したいなっていうふうに思ってるわけよ。でそうやって成長して、やっと大輔さんの隣にね立って、もうお互いがお互いいろんなことを支え合うみたいなさ、そういうふうになりたいなっていうふうに思ってるわけね。頑張らなくていいよっていう人も、それが当てはまる人ももちろんいると思うんだけど、私の場合はちょっとこっから自分をねどうこうしたいっていうのがあって、頑張ろうって思ってるから、ちょっとこの頑張る私っていうのをねまた応援してもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ほんで、そうそうそう、ほんでこれからね、今日はまたキックの練習に行くんだけど、今日からねガチの殴り合いのスパーリングに参加してくるの。顔もありでちゃんと痛いやつね。これをね結構前から楽しみにしてたんだよね。なんか殴り合いなんかやったことないから全然分かってはいないんだけど、どんな感じか、ちょっとね頑張ってこようと思います。ということで行ってきまーす。今みっちり初級クラスで1時間やった後なんだけど、ここから、K1 クラスにもう1時間参加します。で K1 クラスはねひたすらスパーリングやるばっかりらしいんで、めちゃくちゃハードだな今から。さあ、じゃあちょっと見ていこっかな、私のスパーリング。私さ、今まで人生でさ人に本気で殴ったり蹴られたりなんかしたことないんだよね、実は。だからこの最初に蹴られたこれでさ痛かったんだよ、すごく。
で、あのスパーリングってどっかでちょっとなんかこう軽く打ち合う的な感覚がちょっとあったから、え、こんなに痛いんっていうのですんごい戸惑っちゃってさ、その痛みにビビってもうすごい体の力抜けちゃったんだよ一回。そんでもうこんな風に転がされちゃってさ、全然ダメだよねこれ。もう攻撃できてないどころかガードすらまともにできてないから、ほらすごいもろにボディに蹴り食らっちゃってんじゃん。これがね、あの初めてもろにもらったボディだったんだけど、めちゃくちゃ苦しかった。もう苦しさがねこの時もずっと続いてんのよ。この時もってか最後までずっと続いてて、そのせいでねこのガードがねずっとお腹にまで下がってるじゃん。これで今度頭にボコボコ入れられてさ、で頭に入れられると思ったらボディに入れられてみたいなさ、もうそれの繰り返しよ。よくさ格闘技の試合とかでボディで倒れたらすごいヘタレ扱いみたいなのされるじゃん。でもねボディめちゃくちゃ苦しい。でそのなんだろう、倒れてないのに苦しんでるっていう自分もすごいわかるから、余計になんかメンタルやられる感じがあった。で一応ねこれでもなんかこう反撃しようみたいな気持ちはあったんだよ、あったんだよこれでもあったんだけどさ、もう全然どっからどうやっていいのかわかんなくってね、一応こうやって出すけどすんごいひどいヘチョヘチョのキックばっかりじゃん。そりゃ返り討ちにされるよねっていう感じ。なんか足痛いなと思ったら足の皮めくれてることに気づいちゃって、で見ちゃったらまた余計痛くなるじゃん。それでもう足の踏ん張りがさ気持ち的に効かなくなっちゃってんのよこれ。だからもう膝も内側に入っちゃってるし、肩も内側すぼまっちゃってるし、で攻撃する体勢じゃないじゃん全然これさ。ここら辺とかもさもうひたすら受けに徹しちゃってるよね。で攻撃出してるけど、もうあれも当てる気のない攻撃になっちゃってんだよこれ。自分で覚えてるもん、これ当たらんだろうなって思いながら蹴ったの覚えてる。そりゃ当たるわけないよね。あーこのローキックよ、あんなにカットの練習したのにさ一回もカットできてないのよ。全部もらってる、どういうこと、私何やっとったん。まあ、一応ね唯一自分を褒めたいのは、初めてのスパーリング1時間ちゃんと最後までやりきったところやな。もう最後なんて画面からおらんけどさまあまあ一応それだけはね根性を自分の認めようかなって思った。左切れないんで、それで直したいですね。ああ、左切れないと、ちょっと、ちょっと楽しみなんですね。ああ、フリーですね。緑パッチン、切れないと。トランスポーズ、左右を切れないと、ちょっと、シークラス、勝てないかもしれないですね。みんなロープ、ロープポイント入ってるんですよ。ああ。ポイント入ってるんで、大体、入るの、緑パッチンって入るか、パンチがパッチンって入るか、って入るんですよ。今日めっちゃ、ゆなちゃんのボディが効いておげーってなっちゃってすいません、なんかいやいやいや、もうガチガチでやってもらった方がありがたい試合出るんで、これからもお願いしますしばらく痛そうお疲れ様です。ただいま初めての K1 クラスでのねちゃんとしたスパーリングだったんだけど、まあまあ手回しも出んかったなもう何にもただただひたすらボコボコにされてただけやったいや当たり前なんだけどさ、当たり前なんだけど悔しいもんだやっぱね。あんなに何にもできないもんかねと思ってさ、いや全然さ、私まだもともとね何にもやってなかった上にまだ初めてばっかりだしさ、ずっとさ長くやってるね方たちとさそんな対等にできるとは思ってなかったけどさ、もうこんなには何にもできないかと思ってさ、あー悔しい、なんか相手に対してっていう自分に悔しいな、何もできなかったから
もうね、今日ね、太もものさ、ローキックをさ、めちゃくちゃもらっちゃったから、今すでにもう太ももすんごい痛くて、運転するのもきつかったし、歩くのもすんごいきつかった。多分これ、明日やばいぐらい、何、青タンになってると思う。今日ね、さすがにちょっとご飯作る気力がなくて、すき家買ってきちゃった。ああ今度からちゃんと練習行く前にご飯作っていこう。だいたい1時間ぐらいずっとぐるぐるとスパーリングをしてて2分ずつね。こうやって対面でさやってるとさ、その普通にこの体の動き以上にその相手からの圧力とか、あとその相手からの攻撃に対してすっごい集中するから、なんか何精神がすごい疲れるじゃんね。だから本当にすっごい疲れた、1時間が。まあでもね、トレーナーの小鉄さんがさ、たくさん痛い思いしたら、その分その次からね、痛い思いしないようにね、自分で動くようになるから、最初はとにかくいっぱい痛い思いしなさいっていう風に言われたからね、こっから多分、1ヶ月ぐらい、2月いっぱいぐらいはさ、ずっとボッコボコにされると思うんだけどさ、まだ下手だし、甘んじてこれを試練としてね、頑張っていきます。ということで、ちょっとね、あんまりちゃんと映像を撮る余裕もなかったんだけど、初めてボッコボコにされましたっていう動画でした。今後ね、これから私がどのぐらい反撃できるようになるのかっていうのがね、自分でも楽しみだな。うん。ということで、ご飯食べて、風呂入って寝ます。あ、やだ、硬いベッドで寝るのか今日。やだな。昨日一番集中的に蹴られたところ、ここ右の太もも、もうあざになり始めてる。まだまだ黒くなるだろうけどね、これかなり腫れてるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、あい、あい、あ、痛い、もう、冷たい、ということで、なんとか身支度を済ませたんだけど、それでちょっと力尽きてしばらくぼーっとしてたらお昼になっちゃった。いやね、改めてちょっと自分の体のダメージを見てみたんだけど、やっぱね、一番ひどいのが右の太もも、これがね、もう歩くたびにめちゃくちゃ痛い。であとはね、足の指というか親指のこの踏ん張るところの皮がもうずるむけちゃって、そこがもうちょっと痛いのと、唇もちょっと切れてる。マウスピースちゃんとしてたんだけどね。あとね、ボディ、お腹周りとか脇腹とかもミドルキックをすんごいもらっちゃったから、昨日それでね、すんごい痛い。まあさ、こんな結構満身創痍状態だからさ、ゆっくり過ごしたいなとは思ったんだけど、今日どうしても行きたいところがあってさ、こういう時に大輔さんがいたらさ、ちょっとお布団買ってきてって言えたんだろうけどね。これが本当一人暮らしの大変なところだ。 When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.なんかうちってさ、今ロフトベッドじゃん。で、床フローリングだけでさ、あとはダイニングテーブルだから、ちょっとくつろぎたい時っていう時に、なんか気軽に
こうなんていうのゴロッとできるところがないのよ。いちいちベッド上がんないといけなくて。え、これめっちゃいいんだけど。これあったらヨガマットいらなくない？これ。私は欲望に勝てないダメな女です。ビーズソファー大、たまたまね、たまたま安くなってたの、これが。あー、これはあかん。これはね、ちょっともう欲に負けたっていう、もう言い訳のしようがないものなので、この欲望に勝つっていうことをね、明日から試練として一つ加えたいと思います。こいつはかなり危険であると判断したので、基本的にここに収めておこう。よいしょ。敷布団2990円でふわふわサラサラのすごいいい肌触りの敷きパッドをね、ちょっとこれ見つけたんで買ってきました。全然違う。あ、硬くない、痛くないよ。あー、